京成バス、松戸営業所、京成、A、バス、松戸営業所は、主に千葉県松戸市を中心に、市川市、流山市、柏市に至る路線を担当している、京成バスの営業所である。松戸市子が先に所在、最寄り停留所は、市川線、流山線、日大線、松戸屋潮線の、松戸営業所である。社内の営業所記号は3を用いる。 松戸を中心に周辺各地への路線を伸ばしている。松戸市内の駅と新興住宅地を結ぶ短距離路線は主にグループ会社の新京成電鉄に担当させてきた経緯もあり、東営業所は古くからの幹線系の路線が中心で管轄路線数が少ないが、松戸市川間の市川線は概ね毎日10本程度の高頻度で運行され、利用者もかなり多い。 市川市にまたがる路線については市川営業所と所管路線を分け合っている。また、金町営業所から、戸ヶ崎線の一部が移管されて、松戸屋潮線となった結果、埼玉県内にも乗り入れるようになった。以前は、馬橋から、東京の浅草小飛吹庁車庫に至る、馬橋線や、矢柱霊園、現、白石の白井及び平塚、あるいは旧湘南町の湘南ゴルフ場前に至る。 各線があった。これらは現在廃止または短縮され、短縮された白井方面の路線については、千葉レインボーバスに移管されている。また、1970年代頃までは、国道6号八ヶ崎交差点北西角に、馬橋奏車場を有していた。主に、千葉県道1号市川松戸線を南北に貫き、常磐線、北総線、京成本線、 総武線の駅間を短絡して、松戸、市川両市主,主要部を結ぶ路線である。また、京成電気軌道が、分離市会社、京成乗り合い自動車を作るはるか以前の1923年、地元の名士、渡辺慶造の手により、渡辺乗り合い自動車の屋号で開通した、松戸地区最古の路線でもある。沿線には、学校や病院、住宅地を多く抱えており、混弱を通して、 松戸市内のバス路線で最頻度運行を続けている。松戸駅市川駅間において、北総に帰区間開通以前は、毎時12本運行されていたが、開通以後は、毎時10本となり、現在に至っている。途中の上矢切停留場の近くには、松戸新経成バスの三谷大台停留所がある。新京成の三谷大台線は、新京成電鉄時代の一時期循環ルートで、 運行しており、その頃は一部区間が道路線と重複していたこともある。それより、南側の下矢切手留所は、矢切の私の下車停留場の一つである。また、野菊の墓文学費や柳原水港のような観光名所も沿線にある。この路線のうち、松戸営業所松戸駅間の乗客は少ない。松戸営業所を始発地としているのは、松戸駅、バスターミナルをはじめ、 途中の停留所等で中留、休憩を行える施設がないからとみられる。北総線に菊間開通より、前のダイヤでは、全便が松戸車庫発着だったが、その後、松戸駅で折り返す便が設けられた。流山駅周辺のルート主にいわゆる、流山街道を走行し、主に松戸と流山を結ぶ。沿線には、江戸川沿いの農業地帯を含むほか、 統括病院がある。後に、旧、新松戸線の一部区間を組み込み、流山市に行かない枝線系統ができている。松戸駅から流山市街、流山市中央部方面への唯一の直通交通であり、一時期は松戸方面から流山駅北への利用者も多く、古くは東武バスとの相互乗り入れによって野田市内まで行っていた時代もあったが、 流山八丁目交差点付近をはじめとする渋滞等による遅延や流鉄線、東部アーバンパークラインなどの鉄道経路も競合することが背景にあり、現在では南流山駅より北の流山駅、江戸川台駅方面へ行く便は日中おおむね2から3時間に1本である。2005年にはつくばエクスプレスが開業し、接続する。 鉄道路線が増えたと同時に競合関係にもなっている。馬橋方面の枝線区間沿線には千葉県立松戸馬橋高等学校があり、アクセス手段として使われている。新松戸線時代には他に職業安定所も沿線に存在していた。松戸駅から北方向へ、東営業所の流山線よりも常磐線よりを走り、北松戸工業団地西部を通る。 比較的本数が多いが、近年若干減少の方向にある。終点にある、日本大学松戸市学部への通学輸送と、同付属病院へのアクセスを目的に開設されたが、松戸市、栄町など住宅地も点在し途中停留所もかなり使われている。なお、北松戸駅入口停留所は、北松戸駅と500メートル程度離れたところにあり、乗り換え停留所ではない。 松82は平日のみ一往復半運行で終点の日大歯科病院以外は流山線と同一ルートを通る。市川営業所管轄の同盟路線がベース。1983年に昭徳学園短期大学附属中学校、高等学校が沿線の松戸市秋山に開校したのを受けて松戸駅から昭徳学園への通学輸送を目的に 松52系統が開設され、後に松51系統が市川から移管されてきた。旧千葉県立松戸矢切高等学校松戸駅から上、矢切地区の江戸川側に向かう、郊外路線。単独区間はほぼ上3地区のみであり、千葉県立松戸矢切高校への通学輸送を目的に開業した。集落外れの田園地帯にある道光高校地北隣に、 折り返し書を設けている。ここを含む、末端部の道路が境外であるため、全車中型車を使用している。終点の矢切りの渡し入り口停留所は、民営都線、矢切りの渡しの矢切川都線上とは、約 1km ほど離れている。そのため渡し場へは、田んぼの中と江戸川堤防前の狭い道を歩く、必要があったが、2012年4月28日の、 ダイヤ改正で、私は付近に、矢切りの渡し停留所が新設され、土休日の一部に限り同停留所まで延長運行されるようになり、アクセスが大きく改善された。この際に、矢切りの渡し入口停留所は、旧矢切り高校と改められるが、後に、旧松戸矢切り高校の建物を再利用した、矢切特別支援学校が開校したこともあり、2018年に、 やぎりの渡し入り口に再開消された。なお、以前、方向幕時代に、やぎりの渡し表示を準備したことがあったが、使用されなかった。松戸駅から根本、松戸車庫を経て上葛飾橋を渡り、埼玉県三里市南部の都県境に近いエリアを、走った後、塩戸目橋を渡って、つくばエクスプレス線や潮駅南口に至る、路線である。 東京都内の金町営業所が担当する、戸ヶ崎線の枝系統として開設されたため長く、金町担当だったが、2009年9月1日付で、移管された。ちなみに、金町担当時代は、東京都内の営業所管轄であるにもかかわらず、東京都行きを全く走らないという極めて異例の路線だった。農協支所松戸駅間は、東部バスの松霊山系統。 松令4系統と同じ経路を走り、停留所も同じである。なお、この路線は、松戸方面行きに限り運賃が、前払いとなっていたが、2014年5月1日より、八シ方向行きと同様の後払い整理券方式に変更した。戸ヶ崎線の内金町営業所に残った、金61系統は、戸ヶ崎十字路八シ駅南口間でも、都内フリー定期や、 京成バスタウンバス都内一日乗車券が利用可能だが、道路線の同区間は利用不可である。これは、運賃体系が、戸ヶ崎線と異なり待機路線であり、しかも松戸営業所には、都内乗り入れ路線がなく、車両の運賃箱が京成バスタウンバス都内一日乗車券に対応していないためで、ある。ただし、 戸ヶ崎十字路八潮駅南口間の区間定期の場合は、戸ヶ崎線、松戸八潮線ともに利用可能である。また、八潮駅延伸時は、塩止め京南と八潮駅南口間に停留所が設置されていなかったが、2009年11月1日付で、塩止め京北と大正通り入口の二停留所が新設された。 2011年1月31日より、末令後の一部本数を使い新赤川橋を通る、末令四系統が新設された。同時に東部バスも末令四系統を設定し、同一区間に2社が運行している。なお、定期券の共通利用等の制度は存在していない、ため、東部バス担当による運行については、京成バスの定期券は使うことができない。なお、 松子という系統番号が以前に神経性バスの別の路線で使用されていたことがある。2012年12月1日から2020年3月31日までは、松戸神経性バスに松子の系統番号が復活していた。同様の例として、東部の松01、松04と神経性の松1、松4がある。流山市のコミュニティバスである、 流れ山グリーンバスで一部路線の運行を委託されている。松が、丘、野々かルートは、南柏駅、豊敷駅といった柏市内を経由するため、京成バスでは唯一の柏市を運行する路線でもある。羽田空港と松戸駅を結ぶ高速バス3611号車2018年6月2日、開通の東京外環自動車道三里南、インターチェンジ、 高谷 JCT 間を通行するリムジン路線として、松戸新京成バスや京浜急行バスとの共同で立ち上げた路線である。開設当初、京成バス担当便は奥戸営業所が担当していたが、2019年4月20日より松戸営業所に移管となった。松戸新京成バス本社営業所と共同運行。 小港鉄道白子社庫と共同運行1928年、大江六郎商会の手により、松戸と助津の間から営業を開始。1935年に白井公民館まで延長され路線の基礎ができる。北総鉄道2期線開通と同時の1991年3月31日付で、松戸駅と五港駅の間を廃止。 さらに1998年6月1日付で、千葉レインボーバス、白井車庫に、遺憾の上、鎌ヶ谷線と解消した。1959年2月1日運行開始。1991年3月31日付で、松戸駅と五光駅の間を廃止。千葉レインボーバスの営業開始後も、京成電鉄が数ヶ月間運行したが、 1998年10月19日、限りで廃止。1960年3月10日付で開設。1987年、下宇佐航空基地までに短縮され廃止。1970年、白井車湖開設時に、市川営業所から移管。この時に、白井車湖を境に、西船橋と白井の間が、白井線、白井と木下の間が、 企化線となる。1998年6月1日付で、千葉レインボーバス、白井車庫に移管後、2009年3月31日限りで、白井駅と木下駅の間が廃止された。馬橋から国道6号をひたすら南下し、東京都台東区の浅草こと武器町車庫まで行っていた。金町以南は、都営バスの69系統と同一ルートだった。 1969年に、葛飾区役所打ち切りに短縮された後、1971年頃に廃止。東松戸駅を発車する、学園線学園線は、東松戸駅と松戸市秋山にある、聖徳学園を結ぶ通学輸送を目的として2014年9月に、開設された路線である。松戸営業所の路線バスでは唯一、東松戸駅に乗り入れていた。 利用客のほとんどが、聖徳学園の生徒と教職員であったため、学校が長期休暇の期間は、路線運休となっていた。2021年3月18日の運行を、最後に、路線廃止となった。松戸営業所発の中型ロング車市川営業所や、都内、さらに、京成トランジットバスといった、近隣拠点が、いすず自動車中心の廃車となっているのに対して、 東映業所の一般路線車は、京成電鉄時代からグループ唯一となる三菱、不装が代々選択されてきた。ボディは当初三菱純正だったが、1978年から1996年までは、都内や市川の伊子津車と同じ富士重工が仮装された。このため1984年登場の初代、エアロスターボディは、三菱純正。 シンクレハ自動車工業製ともに発注したことがない。二代目エアロスターボディにフルモデルチェンジした後の1997年より、再び三菱不を純正車体となり、三菱自動車も1998年4月以降、納車分は富士重工ボディの仮装を認めない方針に転換した。2008.2009年度は、三菱不走トラックバスが、 日産ディーゼル工業製 OEM 社エアロスター S を主に推してきたが、形成グループは日産ディーゼルとの取引がほとんどないこともあって、三菱不走から購入しなかった。代わりに日野自動車のブルーリボン2を納車させるが、日産ディーゼル改め UD トラックスのバス車両事業撤退に伴い三菱不走自社での大型ノンステップ車生産が再開されることになり、2010年、 秋導入分から3年ぶりにエアロスターが廃車された。また、2009年の松戸屋潮繊維館に際して、金町営業所から、イスズキュービックノンステップバスが転入してきたが、不走が自社生産を再開した直後のエアロスターによって置き換えられた。2014年11月、京成バス発となる新型エアロスター QKGMP38FK が導入された。 現行のエアロスターに PGMP38FK は2017年11月から納入されている。配置される大型車は基本的に標準弱だが PKG キロボルト234リットル2や q k g m p 3 7 f k などといった単弱の車両も多数配置されている。なお、日野自動車に関しては PDG キロボルト 234N にも 配置されている。松戸営業所の車両は1997年上期までの納車分は奈良市のナンバー以後は野田ナンバーを付けているが、松戸市がご当地ナンバー第3弾募集に応募し、認められたため、2020年4月以降納車分から松戸ナンバーに切り替えられる予定である。ありがとうございます。